今回の企画は新感覚ルーレットバトル。後々やる企画だから。まずは違う。扇風機邪魔だな。まずは扇風機邪魔。今回の企画は。あ、ごめん。今回の企画は俺とかぶってる。今回の企画は俺とかぶってる。カラフルが、まあ、調子に入ったじゃないですか。そうなんです。それを僕たち詰めてまして、そこで面白い企画を考えたんですよ。3連打バックあるじゃん。何本ある？それは分かる。20本ぐらいあるじゃん。こんだけなんだ。あるよ。ワンチャン20本ぐらいあるかもしれない。それを、なんだっけ、まあ、4台以下、まあ、5台以上入れないとプレイできませんみたいな。あれ、8まで入るから、5、6、7、8が成功。結構緩くね。いや、そうした時に4とか5出るから。まあまあ、じゃあ5台以上でいった。4打とか3打出たら、もう強制ストップ。2打入れたもう強制ストップ。違う。そりゃそうだ。連打するもん。もう論外。もう4とかいったら、カカカカカ終了。どっちがどこまでいけるか。そう。カー出ても大丈夫。やっぱりカードね。カードだけ。あれこっちだ。準備悪いな。遊戯王かよ、小学生の。それ見してやりなよ、それ。個人情報だ。いや、なんか、ショーがいろんなカードをまとめたやつを輪ゴムで止めてて、小学生のものが遊戯王カードのデッキかと思った。じゃあ、まず最初の挑戦者は、拓郎さん。いねえわ。なんか、すげえ眉毛太いなと思ったら、本当だった。いつの間にかこんなんなってた。成功じゃん、マグロで。え？そう？だから、俺からやったらやっぱ、じゃあ、見せてください、僕。まあ、僕がまず、まあ、ルール、説明というか、まあ、実際にやるんで。じゃあ、もう本気出したね。頑張って。はい。あ、演出をスキップ頼むぜ、拓郎さんのバッチ。おということで、4だからアウト、4、3、2、1、0アウト。全量は？いや、関係ない。腕消えてる。これの方がいけるかなと思ったら虹はむずいわ。もう一回ちょっとやらせて。
今度ガチでやります。いや俺後の報告見せ場作れんじゃねえとか言ってさ、一発で終わってた。確かに見せ場じゃない、あれはあのおばあちゃんが歯につけてるような見せ場だよ。よし、難易度下げる。え、6台以上にする。OK、6台以上ね。おお。あ、むずい。マジ下手くそやろ。大丈夫、もう一回。むずくね。本当に何で下げなくていいの。下げない、下げない。まだ200個も下がってないもん。20分のロール俺ちょっと分かんないんだよ。いやいや、ゲートキーパー出てる。どうせ次で消えるから、もう構えとこう。おー、やるよね、一回やろ。おぶれおぶれ、いいじゃない。分かった、早いんじゃない？早いんじゃない？やばい。あ、ここでミスったら面白いんだけど、ミスんないでね。危ない危ない危ない。ほらほら。あと2回で死ぬ。はい。お。ぼーっとしてた。じゃあマグロあんだけ文句言ったんだから次6台以上、7台か。6台か、7台厳しいだろさすがに。これ見せたら次8台になるから。うん、確かにね。6台がアウトだから7台ですよね。あれ7台か。そう、あ、そう、7台。おお、はい。これさあ、次一勝8ただからね。オッケー。すぐ終わるだろ。8だって多分リローンチだ。リローンチ。7入ったらまあ早いじゃん。はいはい。6だとまあいいやってなるじゃん。で7台以上入れると終わり。いや、シビアなゲームやな。あ、大丈夫、俺ヒダルマ全死取った時リローンチ10段なんですけど、6連続7連続ぐらい入れてる。超人課題曲とか言ってさ、やってる趣旨全然違うんだ。あんま関係ないことしてるから。一投目で終わってもいいんだ。バチコンだけ。もうスキップするぜ。ふざけんなよ。どうぞ。入んないの分かっててやったの。いや、だって7だったでしょ。バーって。そんなさ、入ってる途中でやんなの。やってない、やってない。本当に動画確認してみ。ちゃんと後でやってるから。やる？勝ちだ。え？俺がやんの。やる？やる？これさ、やんなくてよくないか、取ってないか。勝ちだ、入んなかったら元気で全部リノチ入れんから。何か。え、まぁ、あ、ということで、予想以上にでも面白かった。で、むずい。あとはもう、やってると、もう譜面叩くのが大変。ショー全く関係ない話するけど、なんかショーの魔術力数と縦に割れるから、なんかセルみたいな。あとでどうせ確認してみ。でむずい。うん、あとはもうやってるともう譜面叩くのが大変。セルわかんのかな。いや、まあ、ドラゴンボールのセル。あ、画像乗っけておくけど。いや、久しぶりにね、この連打企画何台以上入るまで叩けませんっていうの、多分20ロ8だと思うんで楽しかったです。でもむずい。いや、なんか久しぶりにこの連打企画なんですけれども、止めてんだよ。止めてないわ。あ、止めてないんだ。